車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。9月10日日曜日、いかがお過ごしでしょうかね。すっかり季節も秋にね、秋めいてきましたけれども、皆さん秋楽しんでおりますか。やっぱ秋はね、食事が美味しいのかな、ご飯がね、やっぱ実りの秋ということで、まあまり私ね、秋に関係ないかもしれませんが、最近はね、ステーキにハマってますね。まあ、いきなりステーキなんて店もね、首都圏には出てるみたいですけども、北海道にはないんでね、自分でね、買ってきて焼いて食べてるんですけれども、まあ私筋トレとか結構ね、積極的にやってる方で、筋トレやった後にね、ステーキをね、こう、バコンと食べるとですね、やっぱ次の日のね、こう筋肉の何、盛り上がり方っていうのかな、こう、ムキムキ感が違うというところで、私はプロテインもまあね、飲んでるんですけども、やっぱね、天然の肉というか、やっぱね、普通のこう、やっぱさすがビーフ、ステーキはね、違うね、パワーが違うというか、まあ、爆発的なこう、ね、タンパク質が多いですし、やっぱね、こうね、本物のやっぱ肉っていうのはやっぱ威力があるなということで、まあ、本当によくお肉を食べてまして、昔はね、それでバコバコ太ったんですけども、最近は全然太ることもなくなったんで、まあ、肉よく食べてますね、本当に。なので、これからもね、もう、ね、毎週毎週ステーキ食べて、もっともっとね、ムキムキね、筋肉つけていきたいなと思っておる、そんな秋でございます。それでは早速参りましょう。一週間の自動車ニュースフラッシュ。まず9月4日月曜日です。トヨタは86を一部改良し、10月4日に発売すると発表しております。ステアリングの指示合成ですとか、サスペンション、こちら強化ですか、再チューニングなど一部改良が施されたようです。と同じく4日ですね、パナソニックがカーナビの2017年秋モデルを発表しております。あと、レガシーアウトバック B4 に一部改良を実施しまして、10月2日から発売すると発表しております。今回の改良では運転支援システムで、ね、アイサイトの性能、走行性能の強化ですとか、内外装のデザインのブラッシュアップが行われたようです。続きまして9月5日火曜日、イタリアのタイヤ大手ピレリですね、こちらが10月にミラノ証券で非常に再上場すると発表しております。ピレリに1回中国の資本が入った時からなんか上場をやめたんですけども、また再上場ということになっております。あと、石油元売り大手ですね、JXTT エネルギー、こちらがですね、給油所のブランドですね、2020年までにエネオスに統一と発表しております。なので、まあ、東電ゼネラルのエッソですとか、モービルっていうのがなくなりまして、まあ、全部エネオスに2020年までに統一されるということになりました。続きまして、9月6日水曜日、こちらですね、大きかったですね、日産新型リーフ、こちら発表しておりますね。大々的に発表されてたんでね、初代、見た方も多いのかなと思いますけども、なんといっても初代モデルに比べて、航続距離が2倍の400キロになったということで、まあ、かなり昨今の EV の中ではすごい数字なんじゃないかなと思います。400キロ走るそうです。日産自動車の新型リーフ発表になっております。あとは、パイオニアですね、カーナビゲーションシステム、サイバーナビの2017年モデル、こちらが、5製品と、あとは車種別の車種専用モデルというのかな、こちらが7車種発表になっております。続いて9月7日木曜日、スバルですね、スバルが2020年度をめどに、ディーゼルエンジン車の製造販売を中止するという方針を固めております。あと同じくスバルですね、こちら、スバルサンバ、62万台のリコールが入っておりますね。部品落下の恐れがあるそうです。あと BMW ですか、9月7日ですけども、2025年までに EV を12車種発売するっていう発表をしております。なので BMW としては、まあ、この2025年までに PHV とかも含めまして25車種を揃えていくということで、かなりヨーロッパ勢で本当に EV にシフトしてるなっていうのを感じるニュースでした。続きまして9月8日金曜日ですね、東洋ゴム工業、こちらがですね、空気を入れる必要のないエアレスタイヤっていうのを開発したという発表がございました。という感じの1週間でしたけれども、気になるところピックアップしてまいりましょう。まずあれかな、なんといっても日産リーフかな、かなりこれね、ニュースも取り上げられてましたよね。まあ、2010年にね、発売した初代モデルに比べまして、まあ、航続距離が2倍になったと、400キロ、まあ初代リーフって200キロしか走れなかったんだねっていうことで、ちょっとね、それは逆に驚きだったんですけども、まあ、400キロということでかなり2倍っていうのはすごいですよね。で、販売価格が下がりますということで、一番安いモデル販売価格が315万円ということで、約この何
補助金なんていうかな、クリーンエネルギー自動車導入の補助金が入りまして、それが40万円出るので、まあ、差し引いて、だいたい参考価格として一番安いので275万円から買えますよってことで、かなりその、お値段的にも魅力なんじゃないかなということで、まあ、人気が出るのかなっていう感じがしますね。私的にね、この発表会の様子ね、見たんですよ。動画で見たんですけども、非常に凝ってましたね。ジャニーズのコンサートとか、ロック歌手のコンサート見たら、そんな感じのね、こうステージの凝りようですごくびっくりしましたね。これかなりリハーサルしたんだろうなと、こう映像と実写を交えてね、デモンストレーションしてるような感じなので、壁に映像映ってるんでしょうけど、車がその壁のところからきっと、まあ扉になってるんでしょうけど、そこから出てくるんですけどね、車がくるくる回ってるんですけど、なぜその、壁なのか映像なのかよくわかんないんで、これ運転してる人も慣れてないと、ここ本当は壁なんだよってわかんないと走れなかったと思うんで、まあ相当なんていうかね、リハーサルしたんだろうなっていうことを感じました。あとね、気になるこの新型リーフのデザインなんですけども、私のね、本当率直なね、一番最初に初めてパッと見た時の印象、もう少しなんとかなんなかったのかなっていうのが第一印象です。ただその後ですね、色とかあとは見る角度によっては、まあ、ほーって思えなくもないのかなっていうのが私の今のところの印象です。で、ただね、市場の反応なんですけども、これどっかのサイトがねアンケートしてましたね。新型リーフかっこいいと思う、思わないみたいな感じで、でかっこいいって思う人が 67% とかで、あと思わないって人が 30% とかで、明らかにあからさまにというか、そのかっこいいって思う人の方が多かったですね。で、なので、まあ、この辺はね、主観が混じりますので、気に入った人がね、気持ちよく買えばいいのかなって感じがしますが、まあ、一向にその辺のデザインはね、構わないかなって感じがします。皆さんはね、新型リーフ、どう思いましたか？あとはですね、気になるところ、カーナビのね、新製品の発表がね、国内大手から続きましたね、パナソニックと、パイオニアかが出しておりますね。まあ、最近その、まあ、パナソニックとかもパイオニアもそうですけど、まあ、大画面になっていまして、特にパナソニックですよね。今年の春ぐらいですか？あ、去年の春ぐらいからのフローティングディスプレイっていうの？ディスプレイ部分がこう、昔だと、こう、インパネに埋め込まれてるのがナビとしてね、埋め込み式がかっこいいぜっていう感じだったんだけども、今フローティングがもうちょっと時代として来てますよね。なんか、離れ技とかっていうも言われてますけども、こう、浮かせた形っていうのかな、浮いちゃった画面が出てきてるんですね、手前にね。なので、まあ、埋め込むタイプじゃないので、装着できる車が限られるっていう、これまでの課題がね、まあ、クリアされてて、まあ、その200車種以上に、適用できると、ナビが装着できますよってので、メーカー的にもね、今後、このフローティング方式っていうのかな、これが流行っていく感じがいたしますね。ただ、パナソニックのこのね、フローティングのやつの初代はね、こう首振りができなかったというか、画面のね、向き変えれなかったんですけども、今回そういったね、不満も改良しまして、左右15度ずつぐらいこう首振れるようなね、構造になったりとかして、このフローティングディスプレイもね、なかなかその性能改善されてきたんだなっていう感じがいたします。私ね、この、ね、フローティングのね、ナビっていうとね、ベンツの A シリーズだよね。ベンツの A シリーズ最初からフローティングみたいなのついてますよね。皆さんベンツの A シリーズわかりますかね？そうです、そうです。ベンツの中で一番安く買えるやつ。そうそうそう。奥さんたちがね、なんとか旦那にベンツを買わせようという必死になった時に、まっすぐに買う車ですよ。A180 とか。まあ、辺ですけどもね。大体その、私SNS とかやらないんですけども、まあ、よくね、こんなんていうかな、今日は車でドライブとかね、そんな時にこう、あえてね、車のハンドルなんかを映してね、こう SNS に投稿して、こう、ベンツのロゴを見せてね、まあ、うちベンツ乗ってるけど、みたいなね、そんな投稿をね、まあ、インスタ映えとか、ああいう今流行りのああいうこと、ああいう写真に載せたい車で、大体ベンツのハンドル映ってることがあるかもしれませんけども、そういう時の車、大体 A シリーズですね。あ、それを見た時に、やっぱ A シリーズだよねって。だってそのさ、A シリーズじゃない人って別にそういうことしないもんね。なので、まあ、必死で買った人ってのはそういうことしたがるんだろうなっていうのを、この、いつも SNS とかの A シリーズのハンドルが映ってる姿を見て、私はそういうことを感じるんですけども、まあ、ちょっと話それまして、元に戻しますけども、パイオニアの方もね、ナビ出しておりますと。パイオニアの方もね、すごく画面がでかいんだね。特にその、特定車種専用モデルっていうのかな。これ最近多いですよね。パイオニアの方が今回は日産のセレナ、トヨタだとアルファード、ベルファイア、あとはボクシー、ノア、エスカイア専用、ホンダはステップワゴンっていうことで、まあ、ミニバンばっかりなんですけども、まあ、このあたりはそのミニバンが AV 環境を組みやすいですし、まあ、リアにエンターテインメントね、機能を後付けしたいと。
お子さんがね車を後ろに乗ってる時に退屈しないように後ろでも DVD 見られるようにしたいなんていうねニーズが多いので、まあ、こういうね、まあ、最初にミニバンから攻めていく感じなんでしょうけど、ミニバンっていうのは本当に、ね、車種、専用モデル多いですね。オープニング画面がね車種出てくるんだよね。アルファードとアルファードとかねベルファイアと出てくるんですけども、で中でもセレナ専用、セレナのやつが今回パイオニアとしての初なのかな。でセレナの純正よりもでかい 10V 型っていうディスプレイ備えているので、このねパイオニアのセレナの専用機種、これはなかなかハマり具合というか綺麗に収まってて、フローティングっていうフローティングじゃないんだけど手前にこう出っ張ってるんですよね。なので、ね、まあ画面が何といってもでっかいので、まあ、考えてる方いたらねこう後付けてね結構高いですけども、パイオニアのねこのセレナのナビなんていいんじゃないかなって感じがしました。あと最後ですけど、東洋ゴムがねエアレスタイヤっていうのを開発したと発表してますね。エアレス最近ね自転車なんかでもパンクがしないタイヤなんていうので売り出されてますけども、今回のこの東洋ゴムのタイヤもね似てんのかな。タイヤの内部がこう特殊な樹脂でね入ってまして二重を支えますよということで、文字通りエアレスでパンクがしませんっていうのが売りですね。ただしこれね私日経新聞で読んだんですけども、これ乗り心地には課題があると、課題が残ると書いていますんで、やっぱ乗り心地はね空気の方がいいんだろうなっていう、まあこのあたり可愛いですね。ちゃんと乗り心地には課題が残ると書いてましたので、面白かったなと思います。ただこの商品エアレスタイヤなんですけども、その今後 EV 社会の到来を見据えた製品とも書かれてまして、確かにその EV っていうのは部品がすごくね簡素化されて、どん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 パーツがそのね簡素になっていく中で、タイヤもねパンクがしないタイヤだということを入ると、いよいよ本当近未来の車だなっていうことで、エアレスタイヤこれから流行っていくんじゃないかなっていう感じがしました。というわけでこの1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはですね月一恒例の社名別新車販売台数ランキングのお話をしたいと思います。本当に月一の恒例企画というか企画のイベントですよね。自販連から発表になっておりますけども、早速ね順位の方をお伝えしたいと思います。今月はねなかなか波乱というかびっくりしましたね。まず1位アクアです。アクア前月3位からのアップで、なんとアクア1位になっております。2位がプリウス、こちらは前月から変わらず、3位がノート、前月1位からのダウンでノートが3位になっております。4位がフィット、こちら変わらずですね。5位がボクシーは前月6位からのアップ、6位がフリードは前月8位からアップ、7位がシエンタも前月9位からアップですね。8位がルーミー、前月13位からの5人抜きで、今月ですね、一番の上げとなっております。8位がルーミーです。9位がビッツ、前月10位からのアップ。10位セレナが前月12位からのアップです。11位が CHR。こちらがね、前月5位からの、ロックダウンの一番の下げとなっております。11位が CHR。12位がインプレッサ、前月7位からのダウン。13位がカローラ前月11位からのダウンですね。14位がタンク変わらず、15位ノア変わらず、16位がベゼルが17位からのアップ、17位がハリア前月16位からのダウンですね。18位がデミオ変わらず、19位ソリオ前月22位からのアップ、20位がエクストレイル前月21位からのアップ、21位がエスカイア、前月20位からのダウン、22位がパッソ前月19位からのダウン、23位がベルファイア前月24位からのアップ、24位アルファード前月23位からのダウン、25位がカムリ前月26位からのアップ、26位がステップワゴン27位からのアップですね。27位が CX5 は前月28位からのアップ、28位がレボーグ、先月ね30位圏外からの久しぶりの登場です。28位がレボーグ、29位のシャトル、こちらもね先月の30位圏外からの久しぶりの登場で、29位がシャトルで、30位がスイフトは先月25位からのダウンで、5人抜かれ5ダウン下げで、2番目の下げ幅となっておりますというようなね結果でしたが、入れ替えになった車が先月のランキングから消えちゃった車ね、210系のクラウン、土俵際の魔術師、
消えてしまいましたね、残念。あと CX3 が消えてきた車で、今月ね、新たに入った車がレヴォーグとシャトルということで、2台入れ替えになっております。まあ、なんといってもね、アクアだよね、マイナーチェンジの影響がここへ来て効いてきたのかな。1年9ヶ月ぶりのトップということで、ちょっとおめでとうございますという感じですけども、6月にマイナーチェンジされましたよね。衝突軽減のね、ブレーキですとか、まあ、先進の安全装備を充実させたりとかですね、してはいるんですけども、ただね、アクア的になんか、まあ、この辺の車欲しい人っていろいろ機能比較されてると思うんですけども、フィットとかノーとかね、ライバル車になると思うんですけども、このアクアっていう車には、ね、この追従クルーズコントロールっていうのかな、この前の車にくっついていくって感じのクルーズコントロールがついてないんだよね、アクアにはね。だけどフィットやロートについてるってことで、こういったまあ先進の装備が欲しくて買う人だとアクアには流れないと思うので、まあ、そのアクアが、ね、売れた理由っていうのは面白いとこかなっていう感じがしますね。今後のね、ノートとかフィットもね、まだまだ頑張れるのかなっていう感じがいたします。あとは CHR かがトップ10圏外になっちゃいましたよということで、一時ね、 SUV がこうトップ10に逃げ合わせた時もあったんですけども、かなり一過性だったのかなと。CHR いきなり11位ですもんね。まあ、5位からのね、一気に6人、今月一番の下げですけども、11位が CHR で、まあ、ただね、 SUV ってすごい人気がありますし、現にね、街中にも走ってますので、まあ、このあたり今後のね、また見どころかなって感じがします。あとアルファードベルファイアですか、こちら逆転現象がね、また解消されていますね。仲良くね、順位がクロスした形になっていますね。23位がベルファイア、24位がアルファードになっております。で、あとはですね、まあ、210系のクラウンがね、ちょっと悲しい、消えてしまったので悲しいんですけどもね、来月ですか、東京モーターショーで220系発表されるようなので、まあ、これ出てきた時がね、また楽しみかなと。まあ、かなりモデル末期なのでね、まあ、仕方がないかなという気がしますが、あと J フロンティアっていう特別使用車ですか、こちらも出てきてますので、もしかするとね、来月あたりまたひょっこりね、28時ぐらいでこんにちはするかもしれませんね。続いて軽自動車見てまいりましょう。1位がムーブ、2位が NBOX、 3位がデイズ、4位がタント、5位ワゴン R、 6位ミラ、7位スペーシア、8位アルト、9位 N ワゴン、10位ハスラーとなっております。で、総合ですけども、総合1位がアクア、1870台、2位がプリウス、1417台、3位がムーブ、1364台、4位が NBOX、1079台、5位ノート、9685台となっております。ね、前月までは、まあ、NBOX が圧倒的だったけどもね、 NBOX 下がっちゃったよと思いますけど、まあ、これはね、皆さんご存知の通り、8月31日にね、 NBOX モデルチェンジしておりますので、まあ、買い控えが入ったせいなんでしょうね。来月のランキングでまたね、1位返り咲きそうな感じがしますが、まあ、買い控えが入ったとはいえね、なぜこう4、ね、総合で4位に入ってて、軽自動車単体としても2位に入っているというところで、このあたりは NBOX 圧倒的に強いなと。だってね、まだね、このだってモデルチェンジするって言ったのにまだ2位とかに入ってるんですよ。どんだけ売れてんだって話ですけども、まあ、これね、新聞にも出てましたけども、ホンダとしてはね、いや NBOX 売ると嬉しいんだろうなって思う方多いかもしれませんが、微妙な感じらしいですね。K のホンダというイメージはすっかり定着してしまったようで、それをね、嘆いてるようですね。車に興味のない人とか、それのおばさまたちとかだと、ホンダって軽のメーカーでしょって、まあね、何気なくそんなこと、言葉が出ちゃう人もいるらしいぐらい、要は、それぐらい、NBOX とかが、まあ、バカ売れ状態だというね、そういったことの裏付けなんでしょうけども、これに関してはね、ホンダも贅沢ですよね。だって長年続いたね、販売不振が続くからって、軽自動車ね、手こ入れしようとして、NBOX。まあ、この NBOX とかはじめとする NK、N シリーズに投入してね、今度はそれでバカ売れしたらね、ホンダは K のメーカーじゃないなんてね、これね、こんなこと言い出すのがもう贅沢だよね。だからこの新聞記事を読んだ時にね、思わず吹き出しちゃいましたけども、まあ贅沢だなと。で、まあ目標達成したんだからね、まずは喜べと言いたいですよね。あとは、K でナンバーワン取ったから、次はね、普通乗用車に行くぜって、ホンダやる気みたいなね、そんな見出しが出てこないと、まあ、ホンダはこれからも軽自動車のメーカーなんだろうなって感じがしました。
ちょっとこういったことを言うとねまた怒られるので、この辺にしまして、今日はねおまけでこちらもご紹介したいと思います。8月の輸入車販売台数ランキング上位10ブランドですね。これ言うまでもないのかな、1位どこの車が売れたと思いますかっていうとね、やっぱ1位はねメルセデスベンツですよ、4823台、2位が BMW3786 台、3位がフォルクスワーゲン、4位がアウディ、5位が BMW ミニ、6位がボルボ、7位がジープ、8位がプジョー、9位がルノー、10位がフィアットとなっております。というわけで本日は社名別新車販売台数ランキングのお話でした。はい、それではエンディングになります。私のあの YouTube チャンネルね、あのコメントすごく書いてくださる方が多くて、本当にいつも楽しく読ませていただいてます。ありがとうございます。最近ね、まあ、印象に残ったコメントというかね、あのおかしいとか、なんかあのおかしいというのは笑う方じゃなくて、なんだこいつっていうのがあって、まあ別に相手にしてないんですけれども、あの私のね、まあ今からもだから 5、6年前の6、7年前に近いのかな、乗ってた時の、まあ、セルシオの動画が出ててですね、まあそのまあ、私の乗ってた車で、私がそのカスタマイズというか私がドレスアップした車ですけども、その、ね、全然決まってないぞ、かっこ悪いぞっていうようなコメントは、別にそれに対しては僕に、ね、別にイライラもしなければ何とも思わないと。あのこの辺 その主観に基づくものっていうのは、ある人にとってはかっこいいと思えるって見えても、ある人にとってはかっこ悪いと思うこともあるので、まあそれは人それぞれなので、まあその辺は別にいいやと。まあそういうのわざわざ書かなくてもいいんじゃないかなとかっては思いますけども、まあそれはいいと。人それぞれの感想があっていいと思うんですけども、まあそれのね、なんだ、やっかみなのかわかんないけども、なんかその、何、どうせ ACO だろうと。ね。どうせね、一番安い ACO だろう。バーカみたいな、そんなコメントをされててですね。いやいやいや、僕乗ってた車は、あの、私セルシオ乗った時ってそのオフ会とかね、札幌で結構主催してたんですよ。なので私の車見たことがある人は割と多くて、全然普通の CCO でエアサス入ってて、サスコンで下げたりとかってね、そういうことできてたっていうのは皆さんご存知なので、私の車は ACO じゃないけどなと思うけども、何なんですかね、やっかみ、あのなんかこう別に先週に今更やっかみしてもしょうがないんじゃないかな。これがね LS とかだったらまあやっかんでもいいわね、現行車だしさ、今ね、今はとりめく LS だしね、LS 乗ってて羨ましいなっていうこと気持ちからやっかんでもあれだけども、もうなんてもうね、販売終わった車でね、しかも僕ももうとっくにその車降りてますと。で、もう5年も6年も経ってますと。そういった車のことね、どうせ ACO だろうと。なんかそんなことをやっかんで書かれてもなぁと思って、なんかね、この人の書いた時の気持ちとかをこうね、汲み取るとなんかちょっと切ない気持ちになってね、逆読んでてもう悲しい気持ちというかね、もう寂しくなっちゃってね、なんかそんなやっかむ気持ちなくてね、僕も将来そういう車乗りたいですとかね、あの、そんな風に前向きなコメントっていうのかな、あの、どうせ ACO だろうと、ね。しかもそれが本当に ACO だったらね、いや僕もごめんなさいと。いや、そうそう、絶対 ACO なんだよね、はははってなるけど、なんかね、こう、ちょっと寂しい気持ちが出たので、あの、YouTube のコメントっていうのはこう、やっぱ出るね、あの、だってもうさ、今更セルシオにやっかむのはやめようよと。あの、僕がなんかマクラーレンとかね、乗ってた、それをなんか自慢げに出てたら、それやっかんでもいいし、叩かれてもいいけど、だってもう今さ、セルシオとかって別にね、いや、もう後期買ってもいいけど、後期でも100万切ってるでしょ、余裕で。60万とかあったら後期買えるんじゃないのかな。ね、そこそこ綺麗だよ。中古車とかで30の後期、セルシオ、CCO、まあなんなら F パッケージとかでもいいけども、多分全然6、ね、程度が良かったり、走行距離がね、全然走ってなかったら、下手したら200、300する車もあるけども、そこそこで良かったら、なんか60万から100万あったら、まあ買えちゃうよね。なので、あんまやっかまなくてもいいんじゃないかなと。あの、そんな気がしまして、まあ、そんなコメントがございましたというところでございました。ね、来週からですか、この1週間ね、9月12日からフランクフルトモーターショー2017が開幕されますということで、まあ、こちらがね、この1週間、2週間、この先、はやっぱ一番の話題なのかな。私としてはフランクフルトモーターショーはね、2車種かな、BMW の X7、こちらがワールドプレミアしてくるみたいです。あの、コンセプトカーは出てるんだけどね、実際どんな形で、かなり顔面の BMW のロゴとか、あの辺がドーンと入ってくる感じの BMW のね、ラグジュアリー X7 初登場ということで、こちら楽しみかなっていうのと、あと先週のラジオでもお伝えしましたけど、ランクルだよね、ランドクルーザーの300系になるんじゃないかなと言われてるところで、こちらね、見るのが楽しみかなっていうので、まあ、この2車種見れたらいいかなっていう感じがするので、
まあ、初日でね、プレスリリースされたら、これ見て、ああ、こうなるんだ、って、私のフランクフルトモーターショーは終わってしまうんですけども、まあ、こちらの2車種見るの楽しみにしたいなと、そんな1週間でございますね。はい、今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来週も、この時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。